久保さん、今回 YouTube が一番簡単にしましょうか。YouTube が一番簡単な稼ぎ方。はい。あの、いろいろ僕ネットビジネス見てきたんですけど、このね、YouTube ほど簡単に <laughs>、あの、資産を量産できるのはないんじゃないかなと。やっぱね、久保さんブログの量産をね、1万サイトとかやってきて思うことはあると思うんですけど、超楽ですよね。キーワード入れて適当に喋っとけば <laughs> 何度でもなるので <laughs>。 いくらでもできるじゃないですか。で、やっぱこれができない人って、やっぱね、あのー、なんかそ,その、経験してないんじゃないかなと思うんですよね。もっと大変なことあるよっていう。うん。で、あとはスタイルですね。まあ YouTube、久保さんも毎回毎回その動画の編集を入れて全テロップ入れたりとかしたり、多分続かないんですよ。無理ですね。うん。まあ僕も無理ですよ。全テロ入れたことは何度もありますけど、死にますね。 ま、昔会社でプロモーションやってた時はテロップ入れてましたから、死にますよ。で、もうテロップもしんどくて、もう弟子に丸投げしてた時もありますからね。ちょっとこれやってみたいな。<laughs> 無理だ、っつって、ね。<laughs> いや、ほんとね、全テロ死にますからね。うん、これやった人じゃないとわかんないと思いますけど、やってる人は死んでると思いますし。うん、だからこの脳編集でこのスタイルが一番いいですよ。YouTube 攻略法にしましょうか。 YouTube 攻略法とかの方がキーワード的にどうすかね <laughs> やっぱね、このスタイルが僕が行き着いたのがこのスタイルですね。でも多くの人は見たくり気にするので、なんか最初にね、エフェクト入れて、なんかその昔こんな質問もあったんですけど、吉田さんどうやったらそのエフェクト入れられるんですかみたいな。いや、動画じゃなくてもエフェクトを気にしてるみたいなね。あとはその、その編集ですよね。かっこよく前,前説入れるとか、その、 プロモーションみたいな、バばーって入れるみたいな、PV みたいなね。オープ,オープニングか。オープニングパばーって入れるみたいな。ね。そういうこだわったりとか。だからね、こだわりを捨てた方がいいと思いますね。こだわりを捨てるより、あのー、場数を増やした方が僕はいいと思います。まあ、こだわりが悪いって言ってるわけじゃないんですけども、こだわると、キリがないので、結局続かないんですよ。 ま、続ければいい、いいんですよ。ヒカキンさんみたいに、ヒカキンさんのね、密着24時間みたいなのあるんですけど、何本かあるんですけど、ずーっと編集してますよ。睡眠時間4時間、未だに。え、未だに睡眠時間4時間とかですよ。で、ずーっと打ち合わせと、撮影、編集、打ち合わせ、撮影、編集、で、仮眠、打ち合わせ、編集、未だにですよ。だから、それが続ければいいですよ。それが続けられるんだったらね。できますか,だからヒカキンさんはね、すげえマインドだと思いますけどね。 オニマインドですよ。だってあの、あんだけ稼いでもあれをやれるっていうのは僕すごいと思いますよ。あんだけもうね、だって1億円とか普通に寄付できるんですよ。多分もう多分100億くらい持ってんじゃないかなって噂があるんですけど。<laughs> あのー、それでも睡眠時間4時間でね、動画撮影して編集してっていうことでずっとやってるわけですよ。毎日。休みないですよ。あれはね、マジすごいと思います。やっぱね、 やっぱ日本一たるゆえですね。はい。まあ、このスタイルは一番いいんじゃないかなと思います。いってらっしゃい。